まあ、喋っている人のところはなるべく、まあでもみんな喋ってるか、何人いるかな、こういうところでね、インスタ使ってもまあさっき便利だったのかな。ほい、さらば、ほら、そして草陰ね、孤立している敵は黄色、孤立していない敵は赤だったかな。あー、そこじゃないです。拾えるんですか。お、拾える、いっぱいです、ごめんね。そしたらあのさ、それその瓶危ないからちょっと置こうか。お、あー、すげえ。ちょっと待って、これ置き方がわからない、どうやって置くのこれ。違う違う違う、じゃ、起きない、ララさん、起きないですね。それを置くにはどうすればいいの。あー、三角ボタンでも、まあ、置くという設定になってんのかな。じゃあ、行くよ。せーの、ほい。あ、ヘリの音が大きいんだね。気づきゃしねえ。じゃあ、君も、さらばだ。いい夢を。ランタン。ランタンは、あえない投げるものですね。知ってたよ。そこに置いたら爆発するんじゃないかな。私は知らないよ。そこにも、いるね。それ、これは、ちょっと頭ぶち抜けんのかちょっとわかんないけど。お願い、ララさん。ダメか。後ろからは、ぶち抜けない。困りました。さあ、困った。ここからどうするの。はい、近接攻撃で、もらうもんだけもらっといて、で、そして、おわ、もうバレてえら。そして、回復はしないらしいので自分で回復です。も自分で作っていくと、グレネードさえ投げられなければまあどうにでもなるでしょう。あとは敵がどこから撃ってきているのかですね。インステが使えないんで。いたね、一人だけかな。あ、この動きできる。お、狙える、どうにでもなる。よし、 OK、 英雄の伝統、じゃあ英国ですね、英国の伝統。はあ、弓で人の頭をぶち抜くのはイギリススタイルってことかな。俺イギリスに行くのはやめよう、飯もまずいと聞くしな。ちょっとお友達がね、最近なんかパスポートを入手して海外にね、ちょっと人じゃないか、まあ旅行なのか、なんか制作物の材料集めに行ったのかよくわかんないですけど、すごく、ね、楽しそうな感じだったんでね。あー、もうね、ちょっと出かけたいなーなんて思うんだけど、そうだな、仕事を辞めたらで行こうかな。いつになるかわかんないけど。あー、でもな、どっか出かけちゃったら実況できなくなるな。まあ、別にいいか、ちょっとぐらい。だいたいどこ行くのって話になってくるんですけど、俺外国語を喋れないから、外国行ってもね、身振り手振りで話さないといけないわけなんだが、こんなんでしょ、ダメなわけですよ。ちょっと二度と帰ってこれないかもしれない、まあ、それはそれでね、別にいいんですけど。あれかな、なんか行方不明とかになるとさ、捜索されてお金とか払わされるのかな。俺そういう方ばっかり心配するんだよね。いる？いるの？あ？おい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 。よし、じゃあ望むところだ。うっ。なんだ。その程度か。戦闘にはなっちまったけど、
こんなもんなのかい。あいにくと、分かった分かった、頭は。あー、これもう戦闘パートになっちゃってた。参ったね。何分、25分。これ持ってこうか、ちょっと。あ、違うな、これ持ってくくらいだったら、あのランタン持ってこう、燃やせるでしょね。即席の汚物消毒機には なり得るんじゃないか。あとは敵の場所だけ気をつけて。こうやっぱカメラ、こういうね場所とか場面だとカメラワークがとっても大事になるので、といってもあんまりね俺上手にできないんですけど。お、来た来た来た、ランさん、ランタンどこやった。ランタン持っていて、ランタン燃やすから。あー、来ないな。サイフォンフィルター方式か。それともこれ上に登れる感じだな。そうだな、でもアイテムもねちゃんと探索したいしな。なになになに、あ、矢か、いっぱいです。あ、そこにいるね。あ、歩ける歩ける。 これ壁にぶつかったりしないのかな。ぶつけないでね。まずいまずいまずい、もう完全にグレネードが、あ、ゴミ箱、グレネードが世の中を支配する時代になってしまった。まいったね。おい、行くよ。一発、二発、何発、三発。あ、あ、残念、かがまなければやられなかったのに。そして弓矢拾って、ガラさん、ありがとう。で、作る必要はない、いっぱいです。あ、木が足りない、なるほど、死ぬかもしれないな。でもとりあえず危機は去ったか。まあまだ最初だしね。ほら、これ別にこじ開けのセミオートマチックピストンのパーツまだ2つか。先は長いな、いっぱいです。いっぱいって何がいっぱいなんですかね。なんか本当に、あれ、上、あれ、上いけないの。お、あ、ダメか、これ三角ボタンね、あの、お、おや、うん、ソ連のプレートで、レーニンは生きている、今も、そして永遠に。あれがレーニン像なのかな。しまった、うっかり指を使っちまった。あまり無駄遣いはできないって言ってるのに仕方ないね。さっきのとこでな、ランタンで燃やせればよかったんだけど、ちょいと難しいですね。遠近感というか、どこに敵がいるのかがまだまだちょっと分かっていない状態。あ、カラス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 いっぱい、カラスいっぱいだからやっつけられるかもしれない。うおー、どうすんのこれ。結構ね、有用がね、あれ?お、あ、わかったわかった。あ、こっちだね。結構ね、有用があるんですよ。行くよ、ほれ。すごいなぁ。こんなことできんのかなぁ。やってみたいよね。え、そう思わないかなぁ。まあね、個人の感想、個人の自由ですから。Yes! すごい、ランタンがいっぱい。何分 ?30 分。一応死んでないし、あ、そっかそっか、俺ここでセーブできるんだ。あー、やっぱセーブね、あのね、やっぱセーブできないとね、大変よ。ね、要は続けないといけないからさ、それがね、なかなかちょっとどうして難しい、あれ?どこ行けんだこれ。難しい話なわけなんですよ。ね、申し訳ないんだけどね。
どっちだ？あ、このパイプの、あれ違うな。おお、滑っていく、滑っていく。ほい。ああ、いいですね。この滑り寄るララさんを、ね、見ることができるっていうのはなかなか珍しいかもしれない。だいたいララさんってね、両足で格好つけて滑っていく感じの子なんで、今まで、ああやってなんだろうな、体ごと滑っていくっていうのがあんまり、どこ行くんだよ、これ。あ、わかった。ほれ。そうだよね。でも何に投げるんだろう。まず燃えそうなものに。ネズミさん。とりあえず燃えそうなものに投げてみよう。ほれ。うん。よし、そうしたら今度はね、爆発しそうなものにも投げたい。ほれ。うん、爆発しないと。ララさんの投げ方が、なんだろうな。フォアスローとバックスローっていいのかな？フォアとバックで、違うのね。いいかい？ちょっと早かったかもしれないな。グレネード用意。やめてくれ。基本は必勝なんだな。もうこれはもう頭ぶち抜く勢いだけどな、お互いに。やめてくれ。近接攻撃なら任せろ。危なかった。完全に終わったと思ったよ。一応弾ももらえると。今後はあれですね、スキルで弾を奪い取れるスキルも、あ、でも持ってるか、スキル。確かうっかり取っちゃったんだよね。なるほど。俺には構うなって言ってますね。すごいな、こういうスーパーコンピューターがあるっていう。これどうやって動いてるのか。電力どうやって取ってんだろう。どっかから取ってんだろうな。やめな、ララさん。
あ、やめようとするよね。よし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 。こっちも？ああ、ダメだわって言えよ。ちょっと俺はね、ちょっと期待したんですけどね、やっぱりあの、なんだろうな、この、なんだっけ、ライズ・オブ・ザ・トゥーム・レイダーっていうのが、あの、武器の切り替え、ありがとうございます。ね、上で弓。さらに、上で、あん？シューってならない。確かね、R2 を押すと通常の矢で、R1 を押すと多分毒の矢がね、あの流れる気がするんだよね。流れるっていうか、発生させることができるような気がする。ピッキングツールが必要なんじゃないか？うん、ここかな？いい男。そうでもないか。ここは任せていたはずだ。はい、ですが抵抗が激しく。お前は私の目だ。そのためにここに置いた。この作戦がどれだけ重要か分かっていたはずだぞ。ですが、あ、いえ、はい、理解できない。ええ、お前のようなものに。苦しみを恐れるな。我々の目標はすぐそこだ。だが決して油断するな。もしうまくいけば新たな世界が待っている。我々の作る世界だ。コンスタンティン、すぐに収容所に戻ってくれ。何かを知ってそうな捕虜が一人いる。忠実であれ。神秘の源の栄光に良くしたければな。誰か助けて。近い近い。誰も手を出すな。